空手家だな、これは。柔道家じゃないね。空手家の方いだ。空手家ですね。はい、ドハさんいらっしゃい。毎度。香川さんじゃないですよ、僕は。香川さんではないですよ。柔道も空手もやるんですか。ほう、実践的ですね。なるほど。柔道の方が強いんだ。すげえな、有段者なんだ。いいな、ブラックベルトいいですね。強いね。弱いですよ。強い人は弱いって言うんですよ、自分のこと。自分より強い人を知ってるから。うん、愛がいらっしゃい。強い人は自分のこと弱いっていう。世界最弱。いや、そんなことはないです。最弱がブラックベルトは取れないです。それはないない。そんな甘い世界じゃないですよ。新しいフォロワーさん紹介します。ミントイレブンさん、超仕事サボちゃん、リサさん、チデちゃんさん、パリスさん、レイトさん、フォローありがとう。ダーツオータいらっしゃい。まあ、まったりやってる。いいっすね、いいっすね。ダーツ好きなんだ。ダーツ全然やってないな。ダーツ好きですね、僕も。面白いよね、ダーツ。俺はカウントアップが好きだけど、シンプルで。カウントアップってあれだよね、競技じゃないよね、あれ。練習だよね。はい、クミラいらっしゃい。一人になってもご飯、今食ったよ。今食った、ご飯。死にはしないよ。一人暮らし長いんだから。風船5個ありがとう。アイテムありがとう。今日はまったりやるよ。お、いってらっしゃい。頑張ってください。いいですね。あれ、押す。押す。ありがとうございます。すいません、タバコ吸いながらで。よし。ごめんね、音うるさかったね。ごめん、思いっきりマイクに向かってくしゃみしちゃった。ごめんごめん。お、サファイアだ。いらっしゃい。咳良くなったね。まだ残ってるけど、だいぶ良くなってきたね、咳は。
石野ってどんなやつ？アイテムなめろ金振り込めってクソ野郎。あ、まんまその人ですね。昔から変わってないですね。昔からそういうスタイルですね、あれは。1ヶ月ぐらい彼と生活してたことあるんですよ。1、2ヶ月ぐらい。そこからホームレスにずっとなってたけど。そこの近所でね。あ、どうもどうも、麦さん。よろしくお願いします。昔から、ふわっちきたての頃からね、半年ぐらい、青じいさん、最近見れてなかったけど、青じいさんよく見てます。青じいさんよく遊びに来てくれますよ、この枠。会うのが楽しみですね。わかりました。いいんだよ、見た印象で。それぞれの印象でいいんだよ。気分がいい時もあるし、気分が悪い時もあるし。まあ、彼はお金のためにね、配信やってるわけだから。いろんなスタイルがあっていいんじゃない？僕は彼好きですよ。あ、フォローありがとう。カウントアップ最高650。すごいね。平均はどれくらいなの、カウントアップ。すごいね、強いね。強い強い。俺4、最高いくつぐらいだろう。500いくつだもん。調子いい時で400いくかいかないかとかだよ。旅の準備は順調かい？全く準備してないっすね。全くしてないっす。考えると怖くなっちゃうんで。ビビリなんで、生活できるかとか、もう恐怖と戦うのはやめたんです。考えないで勇気で飛び出すって決めました。マジで何も考えてないですね。ペットの釈迦をどうするかも考えてない。平均500は強いな。強いね。どっから行くの？福島県も来る？福島行くよ。家出たら旅スタートで、千葉、茨城、福島、宮城か。宮城の次どこ？上行ったら。青森？岩手通るのかな？よく分かってない。ていうか、便所太郎さん、石野のところで枠コメント打ってませんでした。石野浩介。僕、彼と、1、2ヶ月生活してたんですよ。知ってます？超面白いっすよ、あいつ。茨城は、違う違う違う、太平洋側？パシフィック側から回ってくから、俺クラスになると。俺クラスになるとパシフィックから行くから。パシフィックの意味がよくわかんないけど。んなにのんびり配信ができるのは久々だな。昨日までの殺伐とした配信からやっと抜け出せたよ、もう。つらかったよ、今月。やっとリラックスしてまったりできる。まったり配信好きだからね。焦りはない。閲覧を稼ごうとかそういう邪心はない。福島、福岡、茨城、福岡、ジグザグで。北海道までとりあえず 太平洋側から回る。
風だいぶ良くなったね。いや、歩きとかじゃなくて、まあ何でも、まあリスナーさんに車で送ってもらおうぐらいに考えてるけど。その時のそのリア突車を追っかける感じだから。まあ、リア突がいれば長く滞在するし、もうこの件、リア突無理だなと思ったら次行くって感じ。歩きでも電車でも何でもいいと思ってるね。47都道府県全部だね。まあ、できる限り歩くの好きだから歩きたいなとは思ってるけど。まあ、電車乗ったりとか、本当にプラーっと行く感じだね。プラーっと。リスワンおめでとう。ありがとう。昨日リスワン取れました。ありがとうございます。ああ、ぜひぜひ福岡行きますよ。会いましょう。ぜひ会いましょう。ぜひ会わせてください。知り合いの芸人であるプロダーツプレイヤーの方は47徒歩やってるけど、きついらしい。きついよ、徒歩はきついよ。だってね、どれくらいかかんだろうな。2年ぐらいかかんじゃないの、四国一周するのに1ヶ月半かかんだもん。 それきついでしょ。プロダーツプレイヤーのにあれなんだ、旅やるんだ。あと9軒すごいね。30キロ歩くだけで限界。まあ、山手配信で相当疲れたっつうか、もうボロボロになったかんね。山手線一周で30キロとかだから、それでどれくらいだったら、17時間とかかかったかんね。足 痛めちゃってきつかったよ。あと9件か。停止しないな。
練習しようかなと思って。弾き語り、自分のオリジナル曲を弾き語れるおじさんになるのが夢だから、トークをしながら1時間に1曲ぐらい歌いたいな。練習練習。あ、携帯が最近ね起動しなくなってんだよね。携帯がやばいんだよね。ちょっとお、高谷いらっしゃい。寒い。このギター6000円、ネットの中で世界一安いギターというか日本で一番安いギター探した。ちょうど新宿に売ってたから6800円かな。6800円、ミニギターだから子供用のギターみたいな、すごい小さいレスポール、エピフォンのレスポールだね。安いよね。
をつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠している。その手を見せてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。ありがとう。サンキューバレンヤさん。髪の毛、手のひら、愛の光。難しいな。やめよう。なんだっけ。球根いいよね。赤く燃える孤独な道を、誰のものでもない髪をなびかせ、道の先には蜃気楼。あの日を殺したくて閉じたパントラ、悲しい気持ちないわけじゃない、遠い昔になくしてきたの、限りない喜びは遥か遠く前に進むだけで。懐かしいなあ。あと何があったっけな。ジャムとか。
難しいね。暗い部屋で一人、テレビはつけたまま、僕は震えている。何か始めようと、外は冷たい風、街は矛盾の雨。君は眠りの中、何の夢を見てる。時は裏切りも悲しみも全てを僕にくれる。眠れずに叫ぶように、体は熱くなる。ルばかり Goodnight 数えきれぬ Goodnight 夜を越えて Goodnight 僕らはつ…え？ジャムがルローニケンジンの主題歌なんです。嘘？え？これ？俺当時世代だけど絶対違うと思うよ。マジで？エンディング？2分の1とか3分の1の純情な感情とかそばかすとかじゃないの？でもね、なんかね、ルローニケンシね、1週間だけの曲とかあったんだよね。大嫌いだったそばかすをちょっと人なでして。難しいな。ため息を一つ。無理。変態ギターすぎるわこれ。マジで言ってんの？なんか音楽のなんかいろんな関係でそういうのあるよね。なんか権利とかの関係で1週間だけしかやんなかったとかさ。若さ赤さ。難しいな。ないで不思議したくて、冒険したくて、誰もみんな難しいな。うずうずしてる。この歌いい歌だよ。めちゃめちゃいい歌だよ。俺のテーマソングだから。大人のふりして諦めちゃう。奇跡の謎など解けないよ。もっともっとはいるのに、もっとたくましく生きてごらん。ロマンティックアゲルよ、ロマンティックアゲルよ。本当の勇気見せてく。難しいぞ。レタラロマンティックアゲルよ、ロマンティックアゲルよ。
ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。歌詞見ると応援歌あのぞってた。歌詞いいよ。おー、カブニートいらっしゃい。離れない、離さない、離したくない。君、いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人よがり。君へ繋いだ繋いだ心の糸は今ぷつりと切れた。おー、純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラ空回り。おー、純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで、ノックしないで。わかんねえ。ピックを口に挟むの癖ですか。え、ギタリストってみんな結構やらない？そのチューニングしたりするときとか。ワード2、にゃー、風船10個ありがとう。爪切らないと弾けねえわ。ちょっと爪引いて、爪切ってくる。爪切り持ってくる。カッコつけてやってないから。そうだね。今調べたジャムはタクティクスの A 面に収録されてたってだけっぽい。あ、そうだよね。タクティクスは確かあのあれだよ、あのルローニケーシンだよ。俺だってルローニケーシンだ、ずっと見てた世代だから絶対ジャム知ってるし、ジャムってなんか隠れ名曲みたいな感じだもん、俺のイメージ。
捨て頃用に超け、え、超級武神らさん完成しました。完成してないっすね。ドライバーズシートまで横殴りの雨、ワイパー効かない夜のハリケーン。 I love you。 そういえば知り合いキックボクシングジムに通ってて、俺も体験させてもらったんだけど、俺も足グネイルハリケーン習得した。あれほんと痛いよね、絶対なるの。そうみんなね、俺のこと笑い物にしてるけど、あんなんみんななるの。そうだったら自分でやってみろって話だよ、うん、絶対なるよ。あれあのサッカーみたいに足の甲で蹴る癖があるんだよ。二人の思いをかき消す海のハイウェイ、サーティーン二人は出会い、フォーティーン幼い心を傾けてあいつに預けた、フィフティーン、シクスティーン初めてのキス、セブンティーン初めての朝、少しずつため息覚えた、エイティーン、マシマシ高えな。俺がヒーローだったなら、悲しみを近づけやしないのに。え、癖が強い。何歌おうかな。長渕剛風はこう全然違うよ。今長渕風に歌ってないよ俺。全然長渕風に歌ってないよ。長渕風に歌うっていうのはこういうことだよ。もうどれくらい、ダメだ、なんか喉が変わっちゃったね。もうどれくらい歩いてきたのか、街角に夏を飾る暇はあり。最近の曲わかんないもん。面倒な恋を適当にコード出してるだけだもん。
投げ出した過去。今の清志郎思い出すってわかんねえな。なんかちょっと喉の調子悪いから。思い出すた次第に最近始めたみたいに挨拶してくる。いってらっしゃい。忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で忘れてた大切な何かに優しい日が灯る。やがて来るそれぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す。出会う愛だから、どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなたがそばにいてくれたら、ああ夢から覚めた、ああ夢から覚めた、これからもあなたを愛してる。ああまったり枠いいね。まったりやろ、まったり。このまま、このまま、どこか遠く連れてってくれないか。君は君こそは日曜日よりの使者。シャララララ、シャララララ、シャララララララ。このまま。ココ歌ってみようか。ココ何がいいかな。強く吐かないもん私。変えるといいんだけどね。ゴルゴコッコ好きなの。愛する人を守るため大切なもの気づくため海へ いいよね。寝た嵐の中で戦ってトップの中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。朝日が綺麗なの、住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい、疲れた羽を癒すのだもだけど、飛びうおのあだけど、飛びうおのアーチをくぐって宝島が見える。頃何も失わずに同じでいられると思う。
人は弱いものよ。とても弱い、とても弱いものよ。ここすごいよね。テルチャンピンが副会に改選した。昼間見たね、仕事の時。なんか大阪歩いてたね。練習はしないってよ。ロジクールのカメラ今度渡しに行くね。ああ、その時ポスター渡すよ。ポスター渡す。サンキュー。いつ来る？コードいつ行こうかな。コードなんだよ。動いた。怪我すると思うけど、いいんじゃん別に。怪我はね、スポーツは自分のせいだから。私中卒やからね、仕事をもらわれへん。私中卒やからね、仕事を、ん？キーがわかんねえな。土曜あたり行く？ああ、来て来て、土曜暇だから。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は止まりながら震えている。知らない？この曲、名曲だよ。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。
悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる私本当は目撃したんです。昨日電車今ね78かな昨日電車昨日電車の駅階段で82キロから4キロ落としたね。そうそう、増量したの、大会のために。ただ動けなくなっちゃってさ。転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト戦う君の歌を買わない奴らが笑うだろう。愛と冷たい水の中を震えながら登ってて、君が涙の時には僕はポプラの絵早いな行動枝になる。孤独な人につけ込む無用なことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払ったと。遠い夜ここにには今日も冷たい雨が降る。ワンツーおかえり。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。風はだいぶ良くなったね。だいぶ良くなった。うん、だいぶ良くなったよ。
ありがとう、バタフライとやる。そんなに泣かなくていいんだ、そばにいるよ。だから自分の足で歩こう。君の涙はいつかお月の雨になり、大地を固めるのだから。長い長い道のりの、わかんねえな。優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけて、わかんないな。輝く太陽は俺のもの、きらめく月はそうお前の涙。普通の顔した、そういつもの普通の、風に吹かれて消えちまうのさ。当たり前に過ぎる毎日に、恐れるものなど何もなかった。本当はこれで、そう本当はこのまま、まあで何もかも素晴らしいのに。お、エルカシー、エルカシー。女の人でエルカシー知ってるの珍しくない？古い愛
くりありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。は、は、は、あれ、あれ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔。お、難しいな。ふぐちゃん花火、すごいね。へえ、ふぐちゃん覚醒したんだ。いいじゃん。やわなハートがしび、やわなハートがしびれぬ。心地よい針のし、心地よい針のし、刺激。わけもないのに輝く。それ、それだけが愛の印。いつかあなたには、俺前髪いじったよ。少し強くなるために壊れたボートで一人こいでいく。夢、夢の中でもわかる。めくるめくる夜の不思議。前髪可愛くなってる。可愛くなってる。風呂上がりです。リナリナ？いや別になんか全然雑談やるけど。リラックスモードだよね。バカ塾ありがとう。ありがとう。なんだか本当に安心したよ。無茶して心を傷つけただろう。なんだか本当に安心したよ。目の笑顔に会えたから、やるせない夜は街路樹をアンテナにして、あの人に SOS でも打ちまくれ。計算できない、計算できない悲しみの強い強い風に向かっていく。わかんない。
エイリアンズや、エイリアンズ難しいんだよね。うん。聞いたよ、さっき、フグちゃん。エイリアンズ変則コードばっかりなんだもん。エイリアンズできないね。歩けそう、オーラに、ボーイング、音もなく、ああ、難しい。難しいな、これ。公団の屋根の上。無理無理、こんなの。俺、パズドラ、昔やってたかな？全然、もう、1年ぐらいアカウント起動してないと思うけど。飽きちゃった。どこへ行く？全然だよ、全然。練習が必要ですねっていうか、練習してんだよ。狂ったようにドラム X やりたいね。狂ったようにやりたいよね。I couldn't look back. You go away from my heart. フグをぶっ潰せ。何それ。もう一人で歩けない時の風が強すぎて傷つく。これだってパソコンの中だけだもん。ことなんて慣れたはずだけど、今はこのまま抱きしめて、濡れたままの心あり続けるこの時に変わらない愛があるら、 Where you fall my heart。風が涙受け止めて、もう壊れそうな Oh my heart, Oh my heart forever love forever。Forever love, for, ha, ha.
フォファフィーファーフハー喉痛い。ある日パパと二人で勝っていらっしゃい語り合ったさ。この世に生きる喜びそして悲しみのことを、グリーングリーン青空に、青空には小鳥が歌い、グリーングリーン丘の上にラララン、緑が燃える、その時パパが言ったさ。僕を胸に抱き、辛く悲しい時にもララララ、泣くんじゃない、グリーングリーン青空に、庭そよ風吹いて、グリーングリーングリーン、グリーン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 丘の上にララララ、緑が揺れる。ある朝僕は目覚めて、そして知ったさ、この世に辛い悲しいことがあるってことを、グリーングリーン青空には雲が走り、グリーングリーン丘の上にララララ、緑が騒ぐ。ある日パパと約束したことを守った、拳を固め胸を張り、ララララ僕は立っていた立っていた、グリーングリーンまぶたには涙があふれ、グリーングリーン丘の上にララララ緑も濡れる。おにぎりありがとう。その日パパは出かけた遠い旅路へ、二度と帰ってこないとララララ僕にもわかった、グリーングリーン青空には虹がかかり、グリーングリーン丘の上にララララ緑が生える。やがて月日が過ぎゆき、僕は知るだろう、パパの言ってた言葉のラララ本当の意味を、グリーングリーン青空には太陽笑い、グリーングリーン丘の上にララララ緑が鮮やか、いつか僕も子供と語り合うだろう、この世に生きる喜びそして悲しみのことを、グリーングリーン青空に庭が花びき、グリーングリーン丘の上にララララ緑が広がる、グリーングリーン青空には霞たなびき、グリーングリーン丘の上にララララ緑が広がる。
疲れちゃん。命かけ一つか命かけて閉じかった日から素敵な思い出残してきたのに、なんだっけに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。トンボの歌を歌った空は何にも変わっていなくていないけれど、あの時ずっと夕焼けを追いかけていた二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。お団子ありがとう。お、わざツアーキッスさん、あの地平線輝くのはどこかに君を隠していているから、たくさんの日が懐かしいのは、あのどれか一つに君がいるから、さあ出かけよう、ひと切れのパン、ナイフランプカバンに詰め込んで、父さんが残した熱い思い、母さんがくれたあの眼差し、地球は回る、君を隠して輝く人、輝く瞳、きらめく灯火、地球は回る、君を乗せて、いつかきっと出会う僕らを乗せて。
父さんが残した熱い想い、母さんがくれたあの眼差し。トトロ行こうか。誰かがこっそり難しいな。いや、これコード難しいわ。ごめん、トドロできないわ、バレエコードのなんか変則ばっかりだった。あ、これならいけるかな。ハートプレゼントありがとう。こっちならいけるかもしんない。誰かがこっそり小道に心にうずめて、小さな葉生えたら秘密の暗号、森へのパスポート、素敵な冒険始まる、隣のトトロ、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 わかんねえな。森の中に昔から住んでる、隣のトトロ、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 隣のトトロ、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 子供の時にだけあなたに、あなたに訪れる不思議な出会い。錆びてきたな、弦が。ラスマンいらっしゃい。
ンプシュミュレーターっつうか、うん、アンプシュミュレーターか。アンプシュミュレーターかな。シミュレーターなのかな、なんか内蔵してるんだよね。何やってもかっこいいから。何を弾いてるかじゃない、誰が弾いてるかだから。よいしょ、ただいま。ヒーっつって。俺のは有料だから、金払ってるやつだから。別にでも音遊びとか何でもそうだけど。なんかね、機材にこだわるのも大事だけど、楽しむのだよ。絵描きや絵の具の、ね、絵の具こだわるけど、とりあえず色があったら描くだろう。色があったら描くだろう。音が鳴ったら出せよ、みたいな。うん。うん。なんでもいいじゃん。音が鳴って、その音で遊べばいいじゃん。うん。あるもので遊んだ方が上手くなるよ。わかんないけど、俺下手だけど。ね、高いギター買ってプロになれるんだったらみんな買うでしょ。新しいフォロワーさん、たぬきさん、狂気のスマイルさん、旋風行事さんさん、オカリンさん、麦さん、フォローありがとう。鉄板のワドちゃんも生かしてた。何それ、鉄板のワドちゃんって。お好み焼きオフ会鉄板ワドちゃん器用貧乏だからね。何でもやっていきたいんだよ。何でも興味があること全部やりたいの。何が興味あるか分かんないじゃん。だから肩書きとかあんま好きじゃないの。そう、なんか自分を縛るじゃん肩書きって。
肩書きは名前だよ。職業和道。いやそれが理想だよね、職業和道。だから和道ちょっと俺ビル建てたからそのビルにお前の絵を飾ってほしいって言われたら画家になるし、お前が書いた本読んでみてえわ、俺が文章書いた作家だし、俺がギター弾いたらミュージシャンだからそういう風に行きたい、肩書きなんでもいいよっつって、和道全ての肩書きは和道に対する入り口だから、ワドズゲートだから、でもほんとそうなりたいね、そうなりたいね、好きに呼べよ、肩書き君たちの見え方でしょって、パフェありがとう。でも6000円のギターでよかったな。だから高いギター買わなくてよかった、こいつかわいい、気に入った、子供用ギターっていうのがいいでしょ、でっかい体なのに子供用ギターっていうのもかわいくない、ネック細みたいな、ネック短みたいな、すげえネック短い感じこいつ、ボディもすげえ小さいし、なんかあれだろうね、木のクズ固めたやつだろうね、ゴミみたいな配信者にはゴミみたいなギターがよく似合う、改造したいなこいつ、レスポールの方が楽しいね、やっぱギターはレスポールだよ、ワドライブ見たい、いや生放送なんかでもトークライブみたいなのやってみたいよね、ライブハウス貸し切って喋りながらじゃあ弾くわみたいななんかそういうのやりたい、別にライブハウスじゃなくて配信のスタイルもなんか歌ってって言われてはい1曲みたいな、でトーク挟んでバーってやって、じゃあ今の気分歌にしてって言って歌にできるぐらいになったらおじいさんになって、そういう感じでやりたいね、下手くそでもいいから、なんか下手っていうか味があれば俺は何でもいいと思ってて、下手でもいいんだよ、味があればいいなと思って、そういうのになりたいね、そういうものに私はなりたい、人の曲はどこまで行っても人の曲だもんね、やっぱりね、人の曲はどこまで行っても人の曲だから、自分の歌じゃないからね、
広角4月公開みたい。まず4月7日は見に行こうよ。じゃあ広角見ようよ。暇だなや。暇ですな、うん、俺はでもこの暇を楽しんでるからね。今まで暇じゃなかったんだ。もう毎日毎日配信に追われてたから。配信で閲覧を稼ぐのに追われ、コメントに追われ、久々の休暇だよ。カラオケ配信だって、ギター配信だって。今の俺は無敵だ。過疎なんか怖くねえぞ。無敵だ。いや、いいんだよ。休養必要だよ。戦士には休養が必要なんだよ。戦ってるやつには休養が必要。過疎なんて怖くないよ。来月また追われるけどね。ひとときの、ひとときの休息だよ、これ。来月また追われんだから。ねえ、見に行こうよ。いや、旅直前別に忙しくない。部屋片すだけだから。全然忙しくない。全然平気。広角は見たいな。あれはもう外れ絶対ないと思ってるから。あれはもう安心のクオリティだよ、予告編を見る限り。ただね、一番いいところをもう CM で出しちゃってるんじゃないかなっていうのはあるけどね。クゼが出るんでしょ。俺クゼ結構好きだから、あ、クゼ出るんだみたいな。笑い男じゃない、あ、笑い男じゃなくて、なんだっけ、人形使い編じゃないんだと思ってびっくりしてんだよね。ストーリー詰まりすぎて大丈夫かなみたいな、癖が出るんでしょ。ごちゃ混ぜでしょ。人形使い編じゃないのかな。人形使いとクゼのキャラを混ぜるのかね。でもあれだよね、笑い男編、あ、笑い男じゃなくて人形使い編の最後のあの、なんだ、戦車と戦うシーン出てるもんね。ツタタタタタってこう壁にこうやって、ツタタ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 タ、いいよね。なんか戦車を一人で潰すっていうのはかっこいいよね、やっぱりね。あの発想はかっこいいわ。絶対勝てないからね。戦車一人と戦うってね、あそこ熱いよね、あれが渋いところなんだよ。なんかやりすぎないっていうか、そのやりすぎないむちゃくちゃ感がいい。マトリックスにパクられたし、パクられたね、まあまあそれくらい影響力あるかんな。でもね、俺言うほどマトリックス悪くなかったっつうか、面白かったからね。マトリックス1は面白かった、普通に。なんか、ちゃんと影響はかなり受けてるんだけど、マトリックスはマトリックスでね、いいシーンがいっぱいある。弾丸避けるシーンとか普通にかっこいいと思うよ。あの、ピシューってやつ。俺映画見てびっくりしたもん。あの有名なシーン、あ、当たってるんだ、あれ、みたいな。足元かなんかに2発ぐらい当たってるよね、あれ。ワン面白かったよね、マトリックス。それ以降はあんまりだけど。ワンは普通に面白かった。トリニティって誰だっけ？え？あの女の子別にエロくなくない？ああいうのが好きなの。なんかザ・外人って感じ。ああいうのにエロスは感じないわ。俺は、あの、
可愛い女の子が好きだから。マトリックスはただのアクション映画じゃなくてストーリーが深い。だからストーリーを丸パクリされてんじゃん。ストーリーっていうか設定はもろパクリだからね。顔が完璧なんだ。ああいう女が好きなんだ。ああ、全然女のタイプ違うな。全然女のタイプが違う。びっくりする。全然興味ない、ああいう。かっこいい系の女でしょ、要は。全然興味ないね。目の前にいたとしても手出さないね。裸でいたとしてもやりたいと思わない。本気で思わない。なんか24時間やってる本屋とか作ってほしいな。俺本屋好きだからさ。なんで新宿本屋24時間じゃねえんだよ。バオさん、菊池凛子全然可愛くないでしょ。それどちらかっていうとお前が好きな系統じゃん。渋谷にはあるんだ。渋谷の方が優秀じゃん。菊池凛子別に。俺あれ最近好きだな。なんだっけ。名前出てこないんだけどね、女優とグラビアやってる女の子がいるんだけど、なんだっけ、すげえ可愛い子最近見つけたよ。女優やりながらグラビアやってる巨乳の女の子、誰か知らない？女優兼グラビアアイドル、なんだっけな。いや、成田とかでも夜中までやってる本屋あるよ。そうそう、吉岡さとほ、あの子かわいい。あの子は追いかけたい。あ、ダメ、そう、なんとかなんとかはダメ、それ。その吉岡里帆ちゃんがすげえかわいい。顔タイプだよ。顔タイプだね。地味な顔が好きなの、俺は。この子はキュンキュンしてるよ。かわいいよね、すごい。この子はかわいい。この子いくつなんだろう。成長が楽しみだな。24歳、結構いってるんだな。和道にしては意外？そう？そうかな。スタイルすごい。いや、なんかスタイルじゃない、顔が好きなんだよね、別に。なんかおっぱいがどうとかあんまりない。お、なんだろうね。おっぱいが好きとかいうのはもうあれですよ、中学生で卒業しましたから、僕は。あったらいいなぐらいだ。 おっぱいついてたらいいなぐらいだ。顔が可愛いのが一番いいからね。まあでもおばさんになっちゃうんだろうな。お、オビトさんお疲れ様です。
胸がでかかったらそれだけで OK。 だから人の話聞いてねえだろお前、バカだろ。全然人の話聞いてないじゃん。おっぱいは別にオプションだから、メインディッシュじゃないから、うん、おっぱいなんかね、おっぱいなんかいいんだよ。おっぱいをコンプレックスにしてる女の子は俺んところ来い、うん、おっぱいじゃないから。体中が痛い打たれまくったんですね。空手は痛いっすよね空手は痛いっすよね。ダメージ残りますよね。打たれる前提だからな。和道に座れるから、うん、生主はモテるからね。人気の職業だからね、プロ生主は。女の子の憧れだから。あ、殴られた方なんですね。投げられた方か。柔道はやったことないんで投げられる痛みが分かんないです。背中が痛いのかな。痩せてかっこよくなりましたね。おい、太っててもかっこいいから。めくらさんはどつ、久しぶり。なんかどっかの枠で叩かれてたね。あ、孫子の枠か。やってみます。いや、柔道はあんまり興味ないかな。うん、柔道の試合とか見たことないし、まあ柔道強いのは知ってるんですけど、なんか僕強くなりたいとか特にないんですよ。なんかキックボクシングはオタク心でハマってるだけなんで僕は。そう、なんかね、ちょっとね、人とずれてるんですよね。違う、俺が今ハマってるのはそこじゃないっていう、みんな勘違いをしてる。そうなんですよ。なんかファイターだと思われてるけど、全然ファイターファイター気質ではない。殴り合いとか大嫌い。キックやりましょう。マジっすか。いや、絶対画体的に勝てないんですけど、絶対画体的に勝てない。正中線がまっすぐすぎる、強すぎるぞこれこれ勝てない。なんでみんな俺のこと殴りたがるんだ。そうそう、配信のためだよ。そうそうそう、本当にそう。俺は配信が大好きなんだよ。配信が、はい、戻ってきたな。いい感じだな。左ハイで瞬殺希望です。左ハイなんか出せないかな。空手家の打ち下ろしのローは強いからな、普通に。玉金蹴りたい。アーツ張りに倒れますよピーターアーツ、ピーターアーツ後半かわいそうだったな。もう30過ぎてね、 K1 出させられてた時はもうほんとね、あれもうなんか弱い者いじめじゃなくて、あれ老人いじめだなと思ったもん腰グネールやってたからね。ハイキックバーン打った後、うーっつって倒れてたからね、ピーターアーツ。もう出させてあげるなよっていう。人気選手なのはわかるけどっていう、限界だろっていう。胴回し回転蹴りならよく使います。空手家の胴回し回転蹴りすごいかっこいいですよね。パーンって。空手特有の技ですよね、胴回し回転蹴り。極真ですか、空手は。極真っぽいな。構えが極真っぽい。僕のは横回転の胴回し。横回転の胴回し、横回転の胴回し、イメージがつかない。横回転胴回し蹴りか。極真から分かれた流派。ほう。
どこだろう。極真から分かれた流派。どこだろう。胴回し縦回転と横回転、あー知らなかったっすね。え、こう要はあグラップラーバギーに出てくる要は浴びせ蹴りみたいなのが縦回し回転蹴り、胴回し回転蹴り、縦の浴びせ蹴りみたいなやつでしょ。さすがにあれは想像してないですよ。多分横の胴回し回転蹴りで合ってると思います。僕がイメージしてんの縦の胴回し回転蹴りってあれですよね、あのかかと落としを回りながら縦に回りながらやるやつですよね。そんな技使わないでしょ誰も。空手家の胴回しは横回転じゃないですか。浴びせ蹴りは横回転、あれ全然分かってねえな俺。縦は前蹴りの両量でやる。前回りの両量。回転系はやら、回転系できる人は運動神経いいと思いますね。横回転は柔道の前回りの受け身の感じでやってる。ほう。もう何言ってるか全然わかんないです。何言ってるか全然わかんないです僕。いや全然全然全然構わないですけど、強すぎるでしょ。胴回し回転蹴りするか弱いやつなんか見たことないっていうかさ、俺さドレさんの雑談たぬき見て爆笑したんだけど、超笑ったわ。に人の2チャンネル的なのって面白いな。なんかドレさんの女の子口説いてる LINE がトップページに貼ったって、 LINE っていうか DM の内容がなんかもうパコローパコローっていうのがすごいんだけど、でもパコローがすごいんじゃなくてね、なんか赤ちゃん言葉なんだよ。俺超笑ったよ、超笑ったよ、マジ飯うまだよと思って。会社で一人で笑ってたからね、もうニヤニヤしながら会社でもうドレさんのね赤ちゃん言葉を見ながらね、女の子口説いてて、女の子がしらけきってて超面白かったんだよ。だからやらないって言ってるでしょみたいな感じのが超飯うまだよね、ああいうの。いや面白いよね本当に、あれはいい素材だよ本当。ドレさんなんで今までねパッとしなかったんだろうね。いじりがいがめちゃめちゃあるじゃん、ツッコミどころと。あれはいいスレだったよ本当に。いやー面白い雑談たぬき、面白いね。人の見るのは面白い、自分が見るともう気が狂うぐらいイライラするけど、ほんと殺してやろうかっていうぐらいイライラするけどね、やっぱりいいですよ、他人のはいいですよ。
ハニートラップに引っかかったんだね。あ、また来ます。はいはい、お疲れ様です。今日の早朝深夜、え、早朝配信寝ながら爆笑した。あ、見てなかったな。ドレさんはね、ラジオ雑談がめちゃめちゃ面白いからね。ドレさんの放送を見ながら寝るのが好きなのに。ていうか、ドレさん時間帯変えてほしいんだよな、配信の。もうなんかあんな誰もいない時間帯でやってもさ、全然ダメでしょ。全然ダメだよ。もっとゴールデンタイムっつうか、せめて2時ぐらい、12時から2時ぐらいのゴールデンタイムの夜中版でやってもらいたいんだよね。よっさんとかの時間帯。もうよっさんの放送とか見ないもんね。もうだってもう3年ぐらいループしてるんだもん、芸風が。もうずっと誰かを煽ってるっていうだけだからさ。寝ようかな、そろそろ。昨日は佐野さんを煽ってました。売名が旬な時期だから。別にちゃんまん何もやってないでしょ。絡みあんのかな。暇だな。ミミズのやつのさ、ミミズのやつってあれフリーゲームであるのかな、ブラウザゲームであるのかな。ミミズなんだっけあれ。俺の配信コメント昔から少ないよ。ミミズゲーム、ミミズゲームってブラウザであんのあれ。俺もやってみよう。あのアプリではやってるんだけど、フラッシュであんのかな。あった、これだ。ミミズ俺超うまいよ。6万点ぐらい取ってるよ。やろうか。じゃあミミズ超面白いよね。ミミズゲーム、あれ誰考えたんだろう。ずっとやってるよ、ハマって。うん、俺結構ゲーマーだから、こう見えて、こう見えて意外とゲーマーできちゃうんだ。これで合ってる？このゲームで合ってる？ニックネームとか入れないといけないのかな。まあでもね、あのスマホでやるのと操作が違うかもしんないから下手かもしんないよ。大丈夫？まだ映ってない。あ、来た来た。これで合ってるかな。いける？分かりる？ニックネーム入れんだ。ワードでいいか。あと見えてます？いくよ。 OK。 これ？じゃあ行こう。あ、ちょっと違う操作が。あ、むずい操作が。あ、操作むずいな。ダッシュボタンはどこ？え、何これ、動きが違うんだけど。え、動きが違う、ちょっとむずい。ちょっと待って、タイムボタンないのか。まあいいや、コメント見ながらやりたいから。もうめちゃめちゃうまいよ。え、動きが違うな。ちょっとカーソルを追いかけんだ、難しいな。カーソルを追いかけるのはむずいんだけど。ちょっとダッシュボタンないの。スマホのやつはやりやすいんだけど、
これ、詳細な動きができないんだけど、詳細な動きが。細かい動きができなくて、これ難しいよ。あと、フィールドがどれくらいの大きさなのかわかんねえな。これ。なんだこいつ。なんだこいつ。なんだこいつ。ダブルクリック。いや、なんもなんないね。あ、ダッシュこれだ。ダッシュのやり方わかった。ダッシュはね、クリック長押しだ。クリック長押しだ。まあ、ダッシュ。俺、ほとんどダッシュ使わない派だからな。緊急時だけしか使わないから。これ、なんなんだこいつ。これ何なんだろう、光の玉みたいな。なんだこれ。なんかもらえんのかな。ていうか敵が全然いなくね。敵が全然いないんだけど。なんだろう。追っかけてみようか。追っかけてみよう。追っかけてみよう。劣った。なんだろう。何だったんだよ。何も起こんないじゃないか。 何なんだよ。光の玉食べれるけど、何だったのあれ。何にも起こってなくない？でかくなった？てか敵が少なくねえか、このゲーム。敵が死んだ瞬間が一番美味しいわけじゃん。こんなの、事故る要素がゼロなんだけど。俺今何点なの？しかも。今何点？ 234。少な。少な。大丈夫かよ。まあいいや。いや、大丈夫かこれ。地味すぎない？このゲーム。あ、殺しにかかってる。こいつ。あー、来た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 。あー、来た来た来た。バカだこいつ。うえーい。うえーい。俺のことはめに来たぞ。バカがよ。やられるわけねえだろうがよ。クズが。あー。今完全に俺のこと狙ってたよね、あいつ。この辺の素人と一緒にされちゃ困るんだよ。その辺の素人さんと。お、あ、この辺いっぱいいるな。これ音楽ないのかね。音楽欲しいよね。暇だな。暇な時はミミズはいいな。ミミズ面白いね。ミミズ面白いね。水。あ、こいつ食べよう。あ、いい、さよなら。あれ？おし。よし。はい、俺の養分。操作がむずいな。操作がむずいな。余裕ですよ。あと、あれやんって何？あれって何？あれって。来た来た来た。なんだこいつ、笑ってるぞ。なんだこいつ。こいつに寄生しようかな。こいつに寄生しようかな。どうしよう。カクつくな。あれって何？バカだこいつ。俺のことはめようとしやがる。はめられるもんだ。はめてみな。いや、じゃあ俺の操作じゃない、今のは。今のは俺の操作じゃなくて、カクついたからだよ。俺じゃありません、今のは。カクついたんだよ、今。回線の具合で。はい、ミミズ。はい、ミミズ、ミミズ。リスナーだったのかな？今のリスナーだったの？クソ許せねえじゃん。許せねえよ。あの笑ってたやつ、笑い男にやられたわ。
あ、そうですね。今のがミミズゲームです。人気の。全然スマホの方が面白いですよ。今のが話題のやつですね。なぜか俺は便所太郎さんので知ったんだけど、便所太郎さんのっていうか、誰かがツイッターに便所太郎さんのキャプったやつを上げてて、で、俺の方がうまいと思って、スマホでやったら6万点だった。そうだ、ファミリーマートで甘いの買ってきたんだ。甘いの食おう。忘れてた。テレテテレテレテレテテ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 テ
プリクリームのストロベリーレアチーズタルト。うまいよ。デブの元だよ、デブの元。いただきます。300円だ、うん、俺ぐらいの月収15万クラスじゃないと食えない。月収15万クラスじゃないとこのくらいのお菓子は食えない、うん、配信でね15万稼ぐと生活変わるから、うん、仮想配信者は食べれないお菓子だよ。タルトが大好きなんだよね。タルトめっちゃうまいよね。マジで暇だな。あ、うまかった、ごちそうさまです。タルトうまっ。いいね、16タルト最高にうまかったかんな。
四国名物一六タルト。四国の人はあれ美味しくないって言うらしいよ。闇将軍にもらったよ。あんなうまいもんないよな、一六タルトな。特にあの羊羹の部分がめちゃめちゃうまいよ。パーフェクトだよ。あんなにうまいもん、あんなにうまいもんありますか、世の中に。ずっと食べてられるわ。うん、一六タルトうまい。うん、上品。それゆずがそうさせてるだけでね、別に上品だとは思わない。普通にうまい。あれ松山田舎だけど、あ、甘ったるい。うん、甘い、あ、甘いのがいいよ。甘すぎなくて美味しいとかもう死んだ方がいいよ。ほんと何食ってんだよ。甘いもん食いに来たのに甘すぎなくて美味しい。マグロみたい。マグロ食えよ。意外とあっさりしてる。お前が頼んだんだろ。ラーメン二郎を食わせてやるぞ、この野郎。女のそういうところ嫌いだから俺。女子会に行ってくる。黙っていけ。ツイッターに載せるな、女子会を。モテる女子は女子会やらないから。パックの方が捨てやすいじゃん。うん、八橋うまいね。八橋、チンスコ、それから一六タルト。何なんだってなるよ。八橋、一六タルト、チンスコだな。うん、パックの味、パックの味とかあるの？別にあんまりわかんないわ、パックの味とか。あれだな、あれ作りたいな。角煮を作りたいな。角煮、チャーシューを自分で作りたいな。作り方わかんないけど、なんか DVD でも借りてこようかな。暇だな。あ、見るパソコンねえや。 DVD、 DVD プレイヤーがね。プレステって DVD 見れなくなったんだっけ、もう。プレステ2までだっけ、 DVD 見れんのって。プレステ3見れなかったっけ、調べよう。プレステ3、今頃 DVD レンタルするやつって俺ぐらいだろうな。 DVD、 あ、やっぱ見れないんだ。え、見れるの？見れる。だからもうほんと全部をさ、ほんと全部のソフトをなんかでやれよ。もうほんとに全部の映画を。もうこのご時世ネットで金払うから俺、100円200円ぐらいなら払うよ。大人だもん。お願いだからな、もう違法サイトがね、どうこう言う前に、あの映像会社がちゃんとやれよ、ネットで。そう思わない？
いやだからだってないんだもん、面白くないのしか。なんかもう一個 YouTube がでも全部やってほしいな、本当に。YouTube に全部売ってもらいたいよ、ちゃんとして。どうにかなんねえのかな、その辺。なんとかね、やってもらいたいんだけどね。俺、ドラゴンボールの最新のやつ YouTube でちょっと見てみたんだけど、全然面白くなかった。びっくりした。もう15分ぐらい見たんだけど、うわー、全然面白くねえと思って。マスクさんいらっしゃい。子供の頃あんなに面白かったのにね。今見たら全然面白くなくてびっくりしちゃったよ。あれだな、大人になるってこういうことなんだね。あんなに好きだったドラゴンボールがさ、全然面白くねえわーと思って。それはね、そうだろうけど。今、全王、いや GT っていうか俺はフリーザ編でいいと思ってて、セル編もブー編も実はないから 実はないよ、ないよ、ないない。フリーザ編のあのスーパーサイヤ人になるあの興奮以外ないでしょ。ああ、どうもどうも、マスクさん、どうも。わたもて、え、アニメ化されてんの？マジで？わたもては、あれ以来読んでないな。わたもて面白いかんな。普通に面白いかんね、わたもてね。わたもて好きだよ。てか、モーリー・ロバートソンって何？ニコ生やってないの？最近。YouTube に動画が上がんないんだけど。モーリー・ロバートソン死んだ？死んだのかな？え、っていうか、金梅さんガリガリじゃん。金梅さんがイケメン化してる。金梅さんが痩せてる。なんだこれ。すげえ痩せた。なんか、オーラがなくなってる、金梅さん。なんだろう。イケメン化し始めた。金梅さんもともと痩せてたっけ？ちょっと面白いな。滑覆あった方がいいな。たもて動画あんのかな。たもて、あ、あるんだ こいつ処女膜から声出てんな パワーパフガールズみたいな絵だから。ああ、でもアニメ化されるとこういう絵になっちゃうんだ。
酒控えてるからかなり痩せてるの。酒も食事も制限してるよ。酒も食事もやってる。捨て頃の会見の時、飯食いに行こうってみんななった時、なんか寂しそうに、食えねえから、って言って、なんか、お通夜みたいな空気になって、いいから、すいません、なんかすいません、みたいな、うっす、リアルだった、なんか すげえリアルな空気流れた。どんなメンツ？俺、みやびさん、便所太郎、さとみずきティ、ひかるくん、ひかるくんに、なんだっけ、あいつ、名前出てこないけど、なんだっけ、なんつったっけ、あいつ、名前。なんつったっけ、あいつ、名前出てこねえな。なんかもう一人配信者いたよ。誰だったっけ？さとみさん、ズキティさん、みやびさん、便所太郎、ひかるくん。あと誰だったっけ？もう一人いたんだけど、男が。ちょっと名前出てこないわ。なんかいたよ。誰だったっけ？石川紀之とポンスケさんがなんかスロット打ちに行って、らしいよね。なんか、スロットに行って、銀杯さん帰って、で、ドルさんも帰ったって。紀之さんオーラ半端なかったよ、やっぱり。なんかオーラがずば抜けてたよ。芸能人みたいなオーラ出してたよ。なんかまたでかくなってたしな。なんか会うたんびにでかくなるんだよね、石川紀之さん。でけえと。風格あるよね。なんか成功してる風格があったよ。なんかあるじゃん、独特の。うまくいって成功してるやつ独特のオーラってあるの。芸能人オーラと言ってもいいし、俺は成功者オーラだと思ってるんだけど、すごい成功してるオーラ。いや、今食ってるらしいよ。やっぱ周りから聞く話だと、家に行ったら、なんか冷蔵庫の中から、リスナーさんからもらった何万円の肉が出てきて食おうぜとか、なんか、そういう生活らしいよ。ね、結構、そう、余裕な感じ。ああ、リスナーさんからもらった、なんかうまい肉あるけど食う？みんなで、みたいな。すげえよな。なんかいいよね。芸能界みたいになってきてよくない？そういうノリって。俺好きだよ、なんか先輩芸人みたいなさ。何曜日だ？火
火曜日か。ああ暇だねえ。あやべ。暇だねえ。暇っていいね。暇っていいな。いいね。暇なんて久しぶりだよ。あ、温泉とか行きてえな。温泉とか行きてえ。なんだろう、このバカンス感。いいね。忙しすぎたっつうか、もう精神的なストレスが半端じゃなかった。今月はマジでやばかった。本当にこんなにプライドズタボロにされたのは初めてだよ。本当寝ようかな、そろそろ。そろそろ寝るか。54分、いい時間だな。じゃあみんな寝るわ。おやすみ。おやすみなさーい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。